玉那覇直也のパイロットになろう、今週も始まりました。番組ホストの玉那覇です。新年明けましておめでとうございます。この番組は航空ファンの方々に少しでもお役に立てるようになればと思い放送しております。航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びして、ここでしか聞けないお話を聞きたいと思います。航空ファンを増やすこと、パイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に有益な情報となるよう番組をお届けしたいと思っております。この番組は国内初の日本人 FAA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供で、コミュニティラジオ FM 宜野湾と FM 宮古から放送しております。いよいよ2021年が始まりました。新年最初ということで、特別な放送で豪華なゲストにお越しいただきました。小林博之さんです。TBS ドラマ半沢直樹に登場したグレートキャプテンのモデルではという航空業界でそのような噂が一気に広まり、 JAL 最後の侍機長という書籍の通り、後にも先にも小林さんのような方は出てこないのではないかというふうに言われています。42年間休まないパイロットの体調管理、そして世界や地球の姿ですね、そういったお話をお伺いしたいと思います。パイロットを目指す方々、そしてパイロット資格をお持ちの方々、今日はそんなグレートなお話を、パイロットを目指す方々はもちろん、それ以外の方々にもお届けしたいと思います。とても1時間では語り尽くせないお話だと思いますが、できるだけたくさん聞いていきたいと思います。番組への質問やメッセージはツイキャスライブ、フェイスブックライブ、宜野湾 FM 宜野湾の YouTube ライブ、 FM 宜野湾のメールまでお寄せください。メールアドレスは797@fmginowan.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。それまではお昼前までの約1時間ほどお付き合いください。お願いします。今のところ不調もなく大丈夫だね。コメント来てますね。コメント来てますね。ちょっとこれをずらしますね。こちらにこういった追加スマホなんかがいてるんですか。じゃあメールの特に来たらね。大丈夫ですよ。流れてます？あ、よくよく。オッケー。出ます。さあさあさあ。たくさん聞きたいことがあって。これは。マイクは大丈夫？これ見せておこう。はい、ですね、今 YouTube、Facebook ライブ、ツイキャスは見えないか、動画の方ではですね、小林さんが、現役に飛ばれていた、JAL のミッキージャンボですかね、はい、写真をお用意いたしました。改めまして、小林さん、新年明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。
今日 FM 昨日までお越しいただき本当にありがとうございます。こちらこそ1時間近くですね、こうしてリサの皆さんに直接お話しできる機会を与えていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。多分リスナーの方々からするとコミュニティ FM の宜野湾でしかも玉那覇がなぜ小林さんとつながったのかというふうに疑問に思われている方もいらっしゃると思うんですが、実は私が所属する日本航空操縦士協会の副会長でいらっしゃったんですよね。まあ、その時からたくさん勉強させていただいて、講演会とか、勉強会とか、それも参加させて勉強させていただきました。まあ、そういった、お付き合いがあったので、まあ、今回新年早々本当にありがとうございます。こちらこそ今日たくさんお話をお聞きしていたいと思います。はい、はい。それではですね、このミッキーのジャンボなんですけども、はい、もうこれはもう国内路線で飛ばれた時の写真ですかね。そうですね、国内路線で主に飛んでまして、その時に私がこれを操縦した時に記念にまとった写真ですね非常に皆さんに喜ばれてましてですね、特にお子さんにはですよね。はい、まあ、こうやって国内もちろんそうですけども国際線でもたくさん飛ばれたと思うんですけども、はい、実は今回告知の中でお話しした42年間、はい、病気をなさらずに、はい、フライトされてきたという、はい、お話があったんですけど、はい、あれは周りの方々同僚パイロットの方々で、はい、そういったされた方っていうのはまずいないいないですか。おとらく世界でもいないんじゃないかと思うんですね。はい、42年間もちろん風邪はひかれてますよ。休みの時は当然風邪をひきましたけど、ただひたすら寝てフライトの時にはもうすっかり治してましたですね。あ、じゃあ風邪はひくんだけど休みの時にたまたま当たってるというか。そうですね、やっぱり気が緩みますとですね、どうしてもウイルス等に負けてしまいますので、なるほど、それで風邪をひいてしまって、でただ引いてもですね、やはり睡眠というのが一番大事だと思うんですね。ぐっすり寝ている間に成長ホルモンあるいはキラー細胞という免疫細胞が分泌されますので、それで私は風邪も休み中に治してフライトには臨んでいたという、そういった経験です。でそれがパイロットという激務じゃないですか。時差もあれば、はいはい、勤務も朝早い時も夜もバラバラじゃないですか。はい、やっぱりそれなりに緊張感を持ってやってるわけですよね。まあ、そうですね、温度もいわゆる中東行きますと50度以上になりますし、アラスカ行きますとマイナスの20度30度になりますけど、まあ、それはやはり緊張もあると思うんですね。やっぱりそれがやはりそのいろんなウイルスとかそういったものに打ち勝っているんじゃないかと思うんですね。普段のじゃあ休みの時のこの体のメンテだとかトレーニングだとか、はい、やってらっしゃったんですか。いや特にはないんですけど、ただウォーキングはいわゆる時差調整のためにですね、どこに行っても朝ウォーキングしました、その程度ですね。あとはもう普通いわゆる食生活、それから睡眠、それから運動、そういったものでコントロールしてまして、一番大事なのはやはり目的意識ですね。絶対最後まで休まないで飛んでやろうという強い目的意識が支えてたんではないかと思っていますね。必ず朝起きるってウォーキングっておっしゃいました。当然時差があるので、はい、きつい時もあるわけですよね。そうですね。でもそういう時もやっぱりホテルで起きると。そうですね、はい、朝早朝に起きてウォーキングで、またその朝日を浴びるということはいわゆるメラトニンというその分泌ですね、ホルモンの分泌されて、うん、その朝日を浴びた数時間でいわゆるちょうど睡眠眠くなるということですので、うん、どんなにその時差があっても朝日を浴びてきますと夜ぐっすり眠れるということで、まあ、そのためにウォーキングをしました。うん、そしてまた早朝のウォーキングのいいところはですね、うん、どんなに治安が悪いところでも大丈夫なんですね。悪い人っていうのは朝早起きして悪いことするってことで、悪い、やはり犯罪っていうのは大体夜ですので、ですからそういった意味でも早朝のウォーキングっていうのはなるほど、はい、皆さん朝起きてウォーキングをしましょうということは、はい、航空身体検査ももちろん全部今まで問題なく、はい、まあ、そうですね。また私も航空身体検査 のパイロットを代表した審査会の委員をずっと4年間とやりましたですけど、航空身体検査ももちろん問題なく最後まで一度も引っかからないです。それはじゃあ身体検査って基調になるともう半年ごとにあるじゃないですか。はいはい、その半年間、まあ、普通の生活を続けていてパス、はい、特にその
どのぐらい前に何かをするとかっていう特別なことはしないんですか。それやはり50歳過ぎてますとどうしても血圧が高くなったりそういったことをしますので、ですね、大体1ヶ月ぐらい前から少し胆汁を減らす、そうしますと血圧が下がりますので、そういった工夫はしていましたけど、他のものについては特に努力はしなかったんですけど、ただ目だけ視力ですね、これやはり当然40歳ぐらいからちょっとこう新聞を遠くこう話していないと見えないということで、これはいけないと思ってですね、それから近くを見て遠くを見る、そういった訓練をしますので、今のところいわゆる遠距離視力は 1.2 と 1.5 から老眼は全くない。今でもですか。はい、今でも眼鏡かけられないんですか。まあ、もちろんですね。で結局目っていうのはカメラのレンズと同じように焦点を合わせて、それを結局目の場合はその焦点を合わせるために羊毛体筋という筋が、これをこう調整しますから、それが硬くならないように近くを見て遠くを見て、これを1日3回ぐらいですか、訓練する。それからあと動体視力、これもやはりパイロット必要ですので、まあ動体視力の訓練、これは電車に乗ってて向こう側のホームの電話番号をポッと瞬間的に読むとか、あるいは車の運転ももちろん安全を確認の上ですけど、すれ違う車のナンバー、これをまあ 0.5 秒ぐらいパッと読むとかですね、そういったことをやっております。さすが、そういうことをやらないと視力は維持できないんですね。まあ、これもやはり目的意識で、絶対眼鏡をかけない、老眼にならないという目的意識でやっている、ですから何でもそうですけど、やはりぜひ若い皆さんにも知っていただきたいのは、やはり強い目的意識を持つっていうことが、一つ自分の夢を実現するためのやはり前提になるんではないかと思うんですね。そうですね。この番組を聞きの方はやっぱりパイロットになりたいという人もたくさん聞いていらっしゃるんですけども、やっぱり今回の現状でね、コロナ禍でいろんな問題があるんですけども、その中で、どうしようかという人もいるんですが、その話も後でねお聞きしたいんですけども、そもそもその強い意志を持ってパイロットに、なったということなんですが、一番最初のきっかけ、よくこちらに来ていただくパイロットの方に聞くんですけども、小林さんの一番最初のきっかけっていうのはどこからスタートされたんですか。きっかけは特にパイロットになるつもりはなかったんですね。若い頃、学生時代からやっぱり一度でいいから外国行ってみたい、特にハワイに行ってみたいという、高校時代英語を勉強するためにアメリカ軍の FNN っていうファーリストネットワーク、放送を聞いていまして、で土曜日の7時半からハワイコールズという、ハワイホノルルのですね、今のモアナホテル、あそこからハワイコールっていう番組があったんですけど、それを聞いてて、あ、生まれて生きていいからハワイ行きたいな、ハワイ行くにはどうしたらいいな、船に乗ったらいけるということで商船大学に行ったんですけど、ただ大学中に虫歯になりまして歯医者さん行ってたんですけど、あれ船乗って歯が痛くなったら歯医者さん行けない。そしたら新聞に日本航空パイロット訓練生募集って出てますか。じゃあということでパイロットになってたんですね。それが最初のきっかけで。そうですね。でその時日本航空のパイロット養成っていうのは自社養成ってことですかね。そうですね。当時は日本航空の場合航空大学校とか、あるいは昔 の軍の人だとか、あるいは自衛隊の方かがほとんどだったんですけど、ちょうど日本が高度成長の真っ只中で、これからやっぱりパイロットも戦うなるってことで、海外委託、いわゆるアメリカに委託して、アメリカの国家試験を取らせてっていう、その第一期生で、結局第一期生ですね、入社してすぐアメリカに送られて、アメリカで国家試験を取る、それがまたすごいんですけど、日本ですと大体2年、少なくとも2年ぐらいかかるんだけど、全くの素人8ヶ月でプライベート、コマーシャルからマルチからインストゥメントですか、全部取らせて、朝昼晩飛ばされたこともありましたし、それがじゃあ小型機の一番最初の経験がアメリカで。そうですね。アメリカの訓練っていうのは、今の時代と多分違うと思うんですけども、なんか特徴的なこと、決定的な大きな違いというのは、やはり上手にやる、うまくやるというか、絶対どんなことしても事故を起こすな、それから何があってもサバイバルです、生き残れというか、ただ教育についてはやはり褒めて伸ばすっていうですね、普通でやってもグッド、
本当にいい場合で初めてエクセラントエクセラントが初めていいですから、ほとんどはグッドなんです。グッドはまあまあやったっていうそこが日本の教育っていうのはまあ今でもそうなんですけど、だいたいそうな、あの学校の教育もそうですけど、まあパイロットの教育もそうですけど、多くはその人の悪い欠点を指摘してそれを直せっていうことなんですけど、でもやはりあの大きな目で見ますと、やはりもちろんこれをほっといたら非常にあの大変なことになるというその欠点はやはり修正しなきゃいけないと思うんですけど、多少のことは目をつぶってその人の持っているいいところ良いところを伸ばす、これの方がやはり結果的にその人も伸びるし、あの教育効果というのはあるんじゃないかと思うんですね。これはあのいろんな学校の教育あるいは社内社会出てから の, その人を育てる面においてもですね、やはりその人の持っている個性あるいは良い点を伸ばすという方向にやはり日本を変えていったらもっともっと元気になるんじゃないかというふうに思いますですね。いやそれこそ本当何十年前のこのアメリカでも、今私この話を聞いたときに、はい、確かに自分もアメリカに行って訓練を受けたときに、まあ、最初日本人だったんですけども、はい、その次の家庭ケーキ家庭からアメリカ人に変えた時にもう何でも褒めるんですね、はい、グッドグッドって言うからえ今何したっけみたいな、そしたら本当にめちゃめちゃいい時にエクセレントって言われて、今の話を聞いて確かにそうだ、コメントもたまにエクセレント、それが普通に、まあ、よくできた程度ですよね。グッドは普通、あるいは多少悪くてもダメっていうことはまず書かないですよね。あ、褒めて伸ばすアメリカの教育ですね。そうですね。でもそうやって8ヶ月めちゃめちゃ、まあ、濃い訓練、はいはい、厳しかったと思うんですけども、はい、まあ、それで今お話した次回をケーキ全部取って日本に帰ってきて、はいはい、もうそうするともういきなり当時でいうとジェットの訓練入るんですか。でもう少し仙台の基礎航空で D チッククラフトという総発機で、それでまあ日本流あるいは日本航空内 の, その教育を受けて、うんうん、それを終わってから今度は実際のあのいわゆる実用機、うん、まあ、私の場合は最初は727ですね、うん、まあ、こういったあの訓練に入ったということですね。でその当時から日本航空の機長さんっていうのはアメリカ人の方もいたんですか。はい、かなりいました。あ、かなりいたんですか。いましたですね。あの副操縦士もいましたので、まあ、私あの1年2ヶ月だけセカンドオフィサーというフライトエンジニアの役もやる、うん、当時やったんですけど、うん、機長も副操縦士もアメリカ人の結構いましたし、それから副操縦士になってから DC-8 とボーイング747のジャンボの時もかなりのアメリカ人外国人の機長がいましたですね。うーん、当然日本人の機長もいらっしゃる中で、うん、そうですね。じゃあ本当に日本とアメリカ の, その、うん、なコックピットの中は国籍もバラバラで、はい、コミュニケーションも全部英語でやられて、はいはい、飛ばし方っていうのはやっぱり国で違うんですか。やっぱり国というか、まあ、最終的にはその人の個人になりますけど、やはり大きく、うん、あの大雑把に言いますと、やっぱりその外国人特にアメリカ人というのはやはり大事なところはピシッとやりますが、あとは割合こういわゆる強弱のつけ方がそのうまかったと思います、うん、で日本人はこれはあのどの社会もそうですけど非常に真面目で完璧主義なんですよね、うん、そうしますと一番大事なと人間のその集中力注意力というのはやはり限られていますので、うん、何時間も同じような緊張でやりますと一番大事な進入着陸になってやっぱり意識がちょっと薄くなってしまうということがありますので、そこはやっぱりこれ、まあ、全てに言えることなんですけど、やはり大事なところとそうでは比較的余裕あるところ の, その集中力、うん、注意力の切り替えというのはやっぱり日本人がやっぱり大事だかと思うんですね、うん、それはあの特にアメリカ人の機長から非常に教わりましたですね。なるほど、まあ、そうやって副操縦士時代にアメリカ人の機長、まあ、日本人の機長というふうに飛ばれて、ね、あの集中術というあのご本も出されていますけども、はいはい、その集中する、これ多分学生さんも社会人も、はい、まあ、どんな、まあ、マネージメント層も含めて、はいはい、いろんな方にあの応用が効くというか、はい、すごくためになるお話だと思うんですけども、はい、それをどういった形でその学生さんにメッセージとして講演会でお伝えしてます、はいはい、あの集中力というのはある意味で捨てる技術なんですね。捨てる技術、はい、あの特に今いろんな情報が飛び交っています、うん、ですから一番大事な時はやっぱり一旦それを横に置く、あるいは、まあ、なくしてしまうと
今勉強しててもスマホをいじくってしまったり、あるいはパソコンでこういろいろ仕事してもついついインターネットを見てしまうっていう、うん、そういったことがありますし、あるいは食事しながらテレビを見てしまうとかで、ね、そういったことがありますので、うん、やはり今ここで何が必要かという、それにやっぱり集中する練習ですね、うん、ですから若い人たちにはやっぱり集中力を養うにはまず食べるとき、食事するときは食べることに集中する、うん、食堂行きますと結構です、ね、食べながらスマホをこうしています、うん、すると注意散漫になってしまいますので、うん、とにかく今ここに集中するっていう、そういった習慣を作っていくと誰でも集中力ができていると思うんですね、うん、あるいは今何が大事なのかという、いわゆる重要度の選定ですね、うん、プライオリティの選定、うん、これもよくアメリカから教わられてたんですけど、うん、プライオリティの選定、うん、で機長のこの教育をしていますと、やはりプライオリティの選定がうまくできない機長候補生というのはなかなか機長になるのが難しいっていうことです、うん、ということはやはり飛行機というのは限られた時間、限られたリソース、限られた空間、限られた情報の中でやはり安全を確保しながらフライトしなきゃいけませんのでですね、そうしますとやっぱり今何が大事なのかっていう、そこが掴んでないとどうでもいいことに集中してますと一番大切なのが抜けてしまうっていうですから、これはまあパイロットだけじゃなくてどなたにも共通なことなんですけど、今自分は何が大事なのか、あるいはそうではないのかって、いわゆるプライ重要度の選定というのは、これは日常生活においても仕事においても特にパイロットの世界ではそれが大事になってきますね、うん、小林さんの中でその今まで長い機長生活、パイロット生活の中で、はい、そのワンフライトの中でさまざまな情報がありながら、はい、ものすごくその選択優先順位ももちろん考えないといけない、はいはいはい、要は1番と2番をどう決めるかっていう、はい、すごく思い出にというか記憶に残る、はい、あのフライトは大変だったみたいな経験ってありますか？まあ、私の場合は幸いと言ったら逆になりますけど、ハイジャック以外のトラブルはほとんど経験してるんですよねエンジン火災、エンジントラブル、油圧の故障、が急減圧、うん、まあ、いろんなことを経験してるんですけど、やっぱりそこで大事なのがやっぱり最終的にはもちろん安全ですね、うん、数百名の命はお預かりしてますので、うん、そこでやはり安全、そこから、まあ航空会社の場合は安全を最優先、それから定時性ですね、うん、それから快適性、うん、そして効率、うん、まあ、この4つのテーマをこう常に満足、すべて相反するテーマを満足させなきゃいけないんですが、そこで何を取るかということなんですけど、最終的にはやはり安全で、他の飛行機がみんな着陸しても自分だけ着陸しないで戻ってしまったっていうこともあります。これはやはりプライオリティですね、うん、で場合によってはその嫌われる決断っていうのがやっぱり大事なんですね。その一番大事なものを優先するためには、今のコロナのもそうなんですけど、特にこの機長あるいは経営者の皆さんには、やはりトップというのはやっぱり非常、やるより非常事態あるいは緊急事態になった場合は、場合によっては目先みんなに嫌われ決断をした方が助かるんですよっていう、まあ、こういったことは機長たちにもずっと言ってきましたけど、うん、まあ、私自身もやっぱりそういった嫌われる決断というのは何回かしましたですね。でその先ほどのみんなが着陸している、うんうん、まあ、侵入している中、うん、行かない、うん、もちろんめちゃめちゃ嫌われると思うんですけども、それはどういった状況だったんですか？はい、これはたまたま国内線でですね、うん、大阪から札幌の千歳空港に向かっている時、その時は もちろん吹雪でやから滑走路もかなり基準的には着陸できる基準ですけど、燃料もほとんどその時はちょうど満席であまりなくてですね、それからいわゆる代替空港が函館だったんですけど、函館も天気があり、で多分みんな降りてますけど自分でも多分着陸できる 99% 着陸できる可能性はあったんですけど、やはり燃料もないと、そうするとやり直しが効かない、ちょっと無理して着陸した場合、場合によっては滑走路を逸脱するかということで、基準的には着陸できる基準だったんですけど、これはもうひょっとして万万が一だとあった場合はということで羽田に戻って今度は帰ってしまったんですけど、ね、うん、まあ、そういったことがあります。ですからこういう危機やり
非常に厳しい状況になった場合は判断ではなくて決断になるんですよね。意思決定というのは判断と決断があるんですけど、判断というのは判断基準とかですね、まあ、そういったものがあるんですけど、決断というのは基準も何もないんですよね。でそこが難しいところですし、特にリーダー、トップでもパイロットで言えば貴重ですね。そういった場合は必ずあるんですね。貴重は、これはもう政治のトップもそうですし、会社企業のトップもそうなんですけど、先が見えない時っていうのはやっぱり決断、それで決断って何ねってよく言われるんですけど、結局自分が決断して起こりうることは全て受け入れるということですね。そういう覚悟ですね。覚悟がないとやはり決断ができない。ですからパイロットっていうのは、特にエアラインのパイロットになる人っていうのはそういった覚悟がいるんですね。それは例えば訓練生、はい、訓練中でも養う方法というのはありますか？はい、それはやはり自分が決めたことについては全部それを受け入れるという、そういう姿勢が必要だと思うんですね。結局、まあ、これはぜひこれからパイロットになる方、あるいはパイロットの方に知っていただきたいんだけど、やっぱりパイロットのその心構えで必要なことは謙虚心と自立心ということですね。謙虚心というのはやはり飛行機もそうですけど、コンピューターも機械も壊れることもあります、絶対ということはあります、壊れなくても使い方を間違ったら危なくなります、はい、それから人間はどんなに優秀な人、どんなに主権でもミス、ま、いやヒューマンエラーすることもあります、それから自然には絶対人間は勝てないということですね、これは謙虚心ですね、それから自立心というのは自立で立つじゃなくて自分で立数ですね、ですからあくまでも自己責任、自助力ですね、で飛行機というのは離陸したら墜落するか着陸するかどっちかなんですね、まあ、こんなこと言ったらあれですけど、もちろん日本の航空会社はもう35年以上全く死亡事故出るんですけど、でも墜落し離陸したら墜落するか着陸するかどっちか、天気が悪くなっ、あるいはエンジンが故障しようが油圧がなくなろうが、それは条件なんですね。後から自己調査委員会が来れば原因は何だったって言うんですけど、自分がフライトしている間はもうそれは条件、どんな条件でもどこかに着陸するんだ、安全に着陸するんだって、それはアメリカからずっと教えられたんですね。ですから人、やはり何かありますと人のせいにする、あるいは訓練生ですと教官のせい、お天気のせい、飛行機のせいに、こういう人はやっぱりなかなかエアラインのパイロットにはなれない、ライセンスを取ってもエアラインのパイロットにはやっぱり向いてないと思います。ライセンスを取得することと、はい、仕事をすること、はい、まあ、仕事をするってことはつまり選ばれて、はい、採用されるで、はい、そこで訓練を受けて昇格をするという過程っていうのは多分違うと思うんですけども、そうですね、はい、やっぱりその辺は自分でしっかり責任を持って自分が決めたことに対して実施をし、人のせいにしない、はいはい、そうですね。ライセンスというのは最低限のこと、国が認める最低の条件であって十分条件じゃないんですよね、ですから、まあ、やはりエアラインのパイロットになるということは何百名の尊い命を預かるということですし、またパイロットというのはいわゆるいろんな人がこう作り上げてくれたフライトの最後を受け持つだけのことなんです、ですからそういったみんなにその携わっている人に対する感謝と、それからチームとして安全を確保するんだという、そういった気持ちがですね、訓練生の時から持っていただくと、まあ、エアラインのパイロットにもやっぱり向いてくるんじゃないかとですね。確かに人間というのは有史以来空を飛ぶことが人間の夢なんですね、それは素晴らしいことなんです、でもそれはそれとしてやはりいわゆる一種のプロですので、エアラインのパイロットもですね、だからプロとしてのやはり自爆はやっぱりエアラインを目指すパイロットの若い人たちについてはやっぱりその時訓練のうちからやっぱりそういった意識を持って訓練に臨む、あるいはその
日頃の心がけを、うん、習慣として持っていただくということですね、うんうんうん。いやこれすごくまあ、我々が普段まあ接するのはその将来パイロットになりたいという訓練生の方々なんですけども、小林さんの場合その実際のご経験の中で機長に昇格させるとかってそういったお仕事もあると思うんですけども、その方は当然副操縦士としてずっとなられていると。そこから機長に昇格をするこのやっぱり見極めっていうのもやっぱりそういったところ決定力という意思自立とか国家試験としてはもう機長の試験を持っている人たちが機長訓練に入るんですけど、うん、それでも、まあ、中にはやっぱり慣れなかった人というのはやっぱりいるんですけど、うん、そこら辺がそうなんですね。で特に着陸操縦は機長にとっては最も大事なものの一つなんですけど、全部ではないんですね。やはり総合力なんですね、うん、機長のですから一月ずっと一緒に飛んでても着陸も操縦もうまいんですけど、時としてやっぱり手出し口出ししないと安全を確保できないという人がなかなか機長になれないという。ですからエアラインのパイロットっていうのはそのテストパイロットとかアクロバットのパイロットじゃなくて、うん、どんなことがあってもある一定の幅許容範囲に収めることができる人でなきゃいけないということですね、うん、どんなことがあっても絶対にどっかに着陸できる。そうです、その通りですね、はい。あ、じゃあその訓練の中でやっぱりどうしても手を操縦かを握ってる、いやこうじゃないっていうことがたまにある人もじゃあいるってことですね、訓練の中に副操縦、まあ、そうですね、はい。でも機長になってしまったらそれが誰も手伝ってくれないんですけど、もちろん操縦が手伝うということもあり得るんですけどですね、やはり航空会社としてはやっぱり何億円の機材等から何百円の命を預けるんですから、やはりどんなことがあってもやっぱり、うん、どこかに安全に着陸してくれる人、うん、っていうことはやっぱり求める、これは当然ですし、うんうん、利用者としても当然ですよね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。ですね、番組も中盤になってしまいました、はい、一旦 CM 入って、はい、あとはその実際今日ご準備していただいた写真とかですね、はい、ちょっと動画をですねご覧いただきながら解説をしていただきたいなと思います、はいはい、一旦 CM に入ります。あっちまですね、時間多分いっぱいコメント来てるけど多分全然読めてないね。メールも来てる、はい、ありがたい、ありがたい、ありがたいですね、ありがとうございます。あ、メール来てるんですか。メール来てますすごいなぁ42時間で休みに行くの身体バッチリして仕事するんだよ使えるやつになってない休みはないですけど、でももう死んでます。だって使い終えでほら普通地上職とかだったら、はい、まだ仕事に来れるけど、うん、飛行機なんて使い終えで乗っちゃいけないですから。ああですよねいやだって小林さん、はい、確かに健康であるんだけど精神的なことでちょっと気が重いなって時もどうにかならないじゃないですか。あ、どうした、マイク大丈夫。あ、ちょっとマイクを変えようかなと思って。あ、本当これ、あ、小林さんの、あ、本当、はい、なんかちょっと音が、あ、そう、なんか言ってたね。テスト、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ハウデューリー。ありがとうございます。ちょっと前がちょっと、そうだった。何秒前？すごい。はい、聞こえますよ、大丈夫ですよ。はい。
すいませんね、私緊張して一番最初にご紹介するのを忘れてしまって、元日本航空の機長、航空評論家、そして危機管理専門家というところで様々な肩書きをお持ちで活躍されている小林さんです。テレビでもご覧になった方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、いろんなお仕事をされてるじゃないですか。そうですね、はい、航空評論家で大学でも教えてらっしゃる。そうですね、大学院での非常勤機長をやってまして、今やってない、あと今は原子力関係から医療関係とか、あと、はい、それから経営団体にとか企業にいろんなお話をさせて、はいはい、危機管理でお話をさせていただいてますし、それからちょっと特殊ですけど、うん、ミスユニバースの審査官を3年ほどやりまして、今その経験で今ミス日本史の審査官も行っております。いいですね、まあ、皆さんに羨ましがりますけど、羨ましいですね、なかなか審査員も厳しいですからね、審査員の見識も問われますので、はいはい、へえ、じゃあそうやってミスユニバースの方々に質問をして、はいはい、その方を引き出して、そうですね、はい、決して自分の好みではない。そうですね。やっぱり冷静に。沈着冷静に。はい。ただ人間ですので、若干。ですね、実は皆さん、小林さんからですね、番組の前にですね、いろんな写真をもらったんですよ。これ見えるかな。ですね、今 YouTube、Facebook ライブをご覧の方は見えると思います。うん、これはタツノオトシゴ。そうですね。オーストラリアの東外岸の沖合にも2000キロにわたってこう点在していますグレートバリアリーフ。うんうん、このサンゴ礁ですね。サンゴ礁のこのちょうどタツノオトシゴ、ね。確かに見えますね。もちろん私操縦席からの写真を撮るのは国土交通省あるいは会社からも地球環境のためというそういったで、うんうん、特別な許可をもらって撮っています。なるほど。はい。なるほど。おっ、こっちマイク、多湿の落とし子、グレートバリ、オーストラリアのグレートバリアリーフですね。はい、はい、ありがとうございます。あとまたですね、ぜひともご覧いただきたいのが、これですよ、これ。これは名もないサンゴ礁の島なんですけど、赤道から約385キロぐらい南にあるんですけど、うん、この、蝶々の形、そうですね、で名前がないんですけど、私たち日本国のパイロット掛け捨て便はバタフライアイランドと呼んでいます。ただちょうど赤道に近いんですけど、ほとんど積乱雲があってなかなか見えないんです。はいはい、私も10回のうち1回ぐらいしか見たことないんですけど、はいはいはい、ただこれ見えると幸せになれるという言い伝えがありましてですね、はいはいはい、ある時、ベテランの客室乗務員が、はいはい、操縦席に行きまして、はい、キャプテン私何回か見てるんですけどまだ幸せになってないんですって言った方はいいんですけど多分もう今はきっとその方も幸せになっていると思うんですけど。ですか。ですね、うん、今落ちたよね。 Facebook ライブある？今電源が落ちたような気がします。見えてます。続きはツイキャスの方のカメラでお話をしたいと思うんですが、はい、すみません。はい。いろんなその世界中をね、はい、回られてというところで、はい、ご本人もありましたけども、はい、ものすごい南極以外のところを飛ばれてると。はいはいはい、そうですね。結局私の場合はいろんな日本航空が運航したすべての国際路線、それからあといろんな首相フライトとかなんかでいろんなところを飛びますので、うん、南極以外はほぼくまなく地球を見続けてきたですね。うんうん、で特に北極はだいたい約40年近くこう見てきてまして、うん、で特にこの2000年前後から、うん、そのいわゆる地球温暖化によって、うん、地球の姿が変わってきてるんですね。特に極に近いところほど気候変動ももちろんありますけど、例えば北極もグリーンランドも真夏でもいつ見ても真っ白い北極、真っ白いグリーンランドしか見たことなかったんですけど、それが2000年過ぎてからちょこちょこっと変わってきまして、2007年8年にはびっくりするんですけど、青い海面が見えた北極海、それから茶色の地肌だが見えるそのグリーンランド、これはびっくりしましたですね。それからまたシベリア
の上空というのは、まあ、昔はほとんど積乱雲なんか5000メートルぐらいにちょこちょこしかなかったんですけど、今はもう夏のシベリアというのは東南アジアじゃないかとぐらいな1万メートル以上に積乱雲がありますから、日本とヨーロッパ行き来する場合、夏の場合は何十キロも避けるという、そういったことがありますし、あと、まあ、面白いのは太陽が西から上がるという それ本にも書いてあったんです。そう、太陽は西からも昇る。そうですね、地上ではですね、地球上どこでも太陽もあるいは月も東の空から上がって西にするんですけど、はい、ただいわゆる極に近くなる、北極南極に近くなりますと地球の自転よりか飛行機の方が速くなってしまうんですね。だいたい北半球ですと北緯58度7度ぐらい、そうしますと地球の自転よりか、まあ、ジャンボですと時速900キロぐらいになりますから、地球の自転よりか飛行機の速くなりますから、一旦西に沈んだ太陽がまた西から上がってくるっていう、まあ、こういったことが見られます。いや、実はね、その写真もね、はい、今日いただいて今からお見せしたかったんですけども、はい、ちょっと危機の不況で大変申し訳ない、はい、ただ実際にやっぱり先ほどの写真っていうのは、うんうん、西に飛んでる時に、そうですね、西から上がってきたっていう写真なんですよね。そうなんですね、はい、それはもちろんパイロットとしてもそうですけど、その時お客さんっていうのは気づきました、うん、気づい多分お客さんっていうのはここに乗ってるか見えないんですかね、はい、ただ、左側 の窓際に座ってるお客さんは見えるかと思うんですね、ヨーロッパに向かう時は。あ、なるほど。逆にアメリカの西海岸、東海岸、はい、ニューヨーク、ボストン、ワシントンからずっと日本に向かってきますと、かなり緯度が高くなってきますので、はいはい、そうしますと今度は、あ、やはり左側ですね、左側の座席に座っている方は、一旦西に沈んだ太陽が見える。ですから緯度にして、まあ、ほとんどまた私たちは北半球に住んでますので、まあ、57、8度よりか、北を飛行する場合はそういった光景に出くわすことがあります、ね、今その路線で飛ばれてるんですか。飛んでますね、どの航空会社もそうですね、はい、そのご本にもありましたけど、日本航空の国際線のすべての路線を飛んだ、はい、あれって、多分私の推測ですけども、クルーのベースってあちこちあると思うんですが、はい、やっぱりそこで全部回らないといけないんですよね。そうですね、はい、まあ、私の場合はたまたま機種も5機種経験しているということと、それから、まあ、通常パイロットというのは路線、各米州路線、ヨーロッパ路線とか国内路線とかこう配属されるんですけど、まあ、私の場合は部長以上のことをやってますので、まあ、そういった路線室には配属されないで自分でここを飛ぶという、 いうこと で最後全部の路線を飛んだっていうことですね。ヨーロッパに関してもいわゆる南回りって中近東を回っていく路線、それから北極を回っていく路線、それからロシアのモスクワ経由っていうのもありますし、から中南米もそうですし、あとオーストラリア、ニュージーランドですか、全部そういったこう全部通りましたね。これ地球規模でやっぱり見てらっしゃるので天候だとか、はい、いうのも地球規模で理解されてないと、はい、まあ、もう理解していくようになるんですが、そこまで経験をしていると、まあ、そうですね。でやはり上空から見てみますと国境ってないんですよね。あ、ですから地球っていうのは一つだと、そういったメッセージをぜひ送ってるし、から、まあ、私が操縦席から地球を眺めてポッと浮かってくる言葉が The only one earth、 かけがえのない地球、そこから派生してThe only one life、 かけがえのない人生、ですからかけがえのないという言葉を皆さん大切しましょうね、そしたら世の中残っていろんなことがなくなるはずですという、こういったメッセージは今までテレビもラジオでも何回か放送させていただいて、特に NHK のラジオでは非常に反響があって再放送もしていただいたんですね。かけがえのないというオンリーワンという、これは人もそうなんですよね、みんなこれから特に多様性の世界ってこれからなってきますから、そうすると一人一人がオンリーワン、かけがえない
人がいる、あの人間というのは一人一人がかけがえない、うん、オンリーワンですから、特にこれから多様性の世界がなってくると思いますのでですね、うんうん、それを大事にしていただきたい。そうすると自分も大切ですし、うん、人も大切だという、どん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 いい社会になってくるんじゃないかと思いまして、それでまあ私もあの映像を見ていただきながら、かけがえのないというかけがえのない地球から、うん、ぜひ一人一人がかけがえのないという言葉を大切にしましょうねというメッセージを送って、まあ、今日のこの放送も、うんうん、ぜひリスナーの皆さん、このかけがえのないという言葉を大切にしていただければと思ってますね、うん、いや今の小林さんの話を聞くと、あの過去に宇宙に行かれた宇宙飛行士の方が、はい、宇宙から地球を見ると本当に国境もなく、はい、本当に一つの、まあ、星 で、 そ、 うです、ね、そこで人生観が大きく変わって、はい、っていうお話、メッセージがよく聞くんですけども、はい、まさにその、まあ、高度1万メートル上空で、はい、南極以外をくまなく回って、はいはい、その地球の変化も見、はい、あと それぞれ住んでる方々の、はい、人たちとも触れ合いっていう中で出た言葉が、はい、かけがえのない地球であり、かけがえのない人生。そうですね、はい、どうですか皆さん、これはですね、あの、まあ、私たち沖縄に住んでますけども、本当に、ね、ちっちゃい島で、日本なんて、まあ、島じゃないですか。ぜひとも、ね、あの海外に視野を広めて、うん、まあ、いきなり、ね、その1万メートル上空とか宇宙飛行士といかないまでも、うんうん、やっぱり一回どっかに出てみて、なんかチャレンジするみたいなものの一つきっかけになればいいかなという考えはちょっとお話聞いて考えました、はい、そうですね、まあ、この数年来ちょっとやはり、あのいわゆる何々ファーストということでですね、うんうんうん、自分ファーストみたいな空気がちょっと出てきていると思いますから、これはやはり、うん、またやはり地球は一つだっていう、そういった考えにやっぱり戻していただいて、やっぱりもう特にこのコロナなんかも自国だけでは解決できない、やっぱり世界中がみんなで協力してコロナにこう問題解決しなきゃいけませんので、ぜひこのコロナを契機にして、もう一度そのかけがえのない地球、かけがえのない人生っていうのを皆さん、世界中の皆さんがこう考え直していただくといいかなと思ってますね、うん、考え直すきっかけという意味では今回の多分コロナはね、そういう、うん、ある意味一つのきっかけかなと思うんですけども、ね、まあ、コロナ禍ですごく大変な時期なんですが、ね、まあ、ラジオのリスナーの方々には、うん、まあ、お仕事も大変な方もいらっしゃると思います、はい、まあ、この番組であるパイロットで習おうっていう、まあ、直接的なメッセージをすると、はい、航空業界に働きたいという方々に対して、はい、コロナ禍だからこそ今こういうことみたいなメッセージがあれば、ぜひ小林さんの方から、はい、そうですね、今確かに大変な時ですし、また特に航空業界というのは、航空業界というのは非常にあの、まあ、他の業界もそうですけど非常に大変な状況で、そしてあの、まあ、便数も減らす、そしてあの、まあ、パイロットをはじめ皆さんかなりその厳しい状況になっていますし、採用もかなり細ってますけど、このコロナも、まあ、いずれはやはり収束する、今あの世界中で今ワクチンが出ていますので、収束した暁には必ずまた航空業界というのはあの戻ってくるんですね。特に、まあ、交通のやはり一つの大きなインフラの一つですので、必ず航空の需要というのは戻ってきます。そうしますとパイロットも当然パイロット不足ということが起きています、うんうん、あの国土交通省のその上院要請の委員やってましたですけど、うん、まあ、このコロナがなかったらですね、2030年、まあ、もうあと10年後には世界中で、平均で2倍のパイロット、そして特にこの東南アジアですか、うん、中国は4倍のパイロットが必要だという、うん、ということはそれだけ航空業界もやっぱり人物が必要になってきますのでですね、うんうん、やはりそのこの今非常にどの業界もそれからパイロットを目指す人たちも大変ですけど、うん、今少し人望して、やがてそのコロナが収束して航空業界が戻ってくるに備えてですね、うん、今できること、うんうんうん、今できることをしっかりやっていくというのが一番大事だと思うんですよね、うん、で自分でコントロールできないことをやってもしょうがないですが自分でできること、あるいは今だからこそできること、うん、これをしっかりこう積み重ねていけば、やがてまた希望というのは必ず戻ってくると思いますので、ね、そういった心がけで今大変ですけど、うん、やはり希望というのは必ずあると思いますのでですね、とにかく今できること、今ここでできること、いわゆる Now Here ですね、うんうんうん、この言葉を大事にしていけば、必ずまたあの良い、あの
状況っていうのは戻ってくると思うんですね。そうですよね。確かに航空インフラが なくなることはまずないので、ありえないですね。そこに関する産業、まあ、広がっていくでしょうし、はい、まあ、それを、イメージしながらですね、今、はい、頑張っていただこうと。で、あの、すみません、番組の最初にですね、お渡ししたかったんですけども、はい、実は小林さんからあの素晴らしいプレゼントを、リスナーの方々に、用意していただきました。カメラは今も結構ツイキャスのみかな。ツイキャス、ですね、見えますかね。機長の集中術、それは捨てる技術ですというサブタイトルがついてます、ね、この5本ですね。それと航空安全とパイロットの危機管理という本ですね。パイロットの危機管理、これはきっと、まあ、パイロットもそうなんですけども、それ以外の方々にも、適用できるんじゃないかなと思ってます。そういう本。あとこれはですね、小林さんが監修をされた、旅客機エアライン検定、そういうのがあるんですね、はい、旅客機エアライン検定の公式テキスト、これをですね、いただいております。新年のプレゼントということで今日はお持ちいただきました。でこの、プレゼントに関してはですね、この本が欲しいという、希望ももちろん OK です。それ以外に、どの本でもいい、3冊欲しいはないと思うんですけども、ご希望の5本、そして書籍希望ということを、載せて、番組へのご感想も含めて FM ギノマまで、応募ください。発表は来週の、放送をもって、参加させていただきます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いいですね。失礼しました。この本だけじゃなくですね、実はですね、冒頭話した日本航空機操縦士協会のですね、沖縄支部というのを私、所属してるんですけども、沖縄支部の方でですね、小林さんに3月に、3月13日ですね、13日ですね、はい、13日に沖縄に来ていただいて、講演会をやっていただきます。その模様に関してはオンラインで、誰でも、まあ、登録しないといけないんですけども、登録をして、無料でオンラインなので世界中どこからでもご覧いただけるというところで、今回ですね、沖縄支部主催の小林さんの講演会を開いていただくことになりましたので、ぜひこの話の続きというか、本当に危機管理について、ウーダというあの新しい危機管理のお話だと思うんですけど、そのあたりをぜひあのまた3月にお聞きできればいいと思うんですけど、それを軽くこのウーダとは何、はい、っていうお話をちょっと解説、はい、解説いただけますか。はい、ウーダっていうのはですね、オブザーブ、オリエント、ディサイド、そしてアクト、いわゆる 観察ですね。それから、オリエントっていうのは、まあ、見込みあるいは状況判断、それからディサイドは意思決定、そしてアクトは行動ですね。この頭文字を取ったものですね。うん、で今までの日本 そのマネジメントというのは PDC ですね、うん、計画して実行して、そして評価して、そして改善という、まあ、これはもちろんあの業務の改善あるいは品質の向上にはまだまだ役立つんですけど、今これだけ世の中がやっぱり早く進んでいる、うん、そして変化も激しい、そうしますと計画して実行して評価してっていうのはとても、ま、あの落ちていかないですね、うん、このコロナもそうですね、先が見えないですから、うん、ですからそうすると早くその情報にをこう感性ですね、うん、情報を切って、そして自分でその状況判断、そしてこれからどうなるなという予測して、いわゆる決断ですね、決断して実行するという、うん、こういったことをやっぱり求められる新しいあのマネジメントスタイルで、まあ、アメリカのシリコンバレーをはじめ、まあ、欧米のでは非常に今注目されていますし、日本の企業でも一部もう取り込まれています。実はですね、これはもうウーダっていう名前知らなくてもみんな日頃やってるんですよね。状況あるいは情報を見てすぐ自分でこれからどうなるんだろうって判断して、じゃあこうしようって判断して行動して、まあ、やってるんですけど、ただこれをうまくやるためにはその情報に対する感性ですね、いかに情報を収集するかという、その情報力というのは情報収集、情報分析、情報編集力、この3つなんですけど、情報の収集力っていうのは非常に今便利な時代ですので
それも目的さえあれば情報の感度、うん、アンテナが高くなりますのでですね、うん、ぜひそれやる、いやこれも目的意識なんですけど、うんうん、ぜひこれをやっていただく。そしてあと自分で判断するという、うんうんうん、今ほとんどいろんなの情報に流されてしまいますけど、自分の責任で判断してあるいは決断して行動するという、そういった習慣をつけていきますと非常に皆さんやりがいのある人生になると思いますし、それからもっと大事なのはですね、自分との約束を守るということです。人との約束っていうのはそれは大体皆さん守るんですけど、自分との約束を破っても誰も何も言いません。で、自分との約束を守れる人っていうのはこれはすごい人になれるんです。誰でもほとんど大体 50% 自分との約束で、 70% ぐらい自分との約束を守ったら、これはどんな人でもすごい人になれると思いますから、す、ね、ぜひこういったお話もその3月の時に、そうですね、ぜひともウーダという書籍ももう販売されております、はい、でこの話の続きをですね、3月の講演会、そしてこれはぜひとも学生さん、社会人、たくさんの方々に聞いていただきたいと思って、はい、我々沖縄県の、総重視協会の沖縄支部としても、たくさんの方々をお待ちしております、はい、今日ですね、新年生成ちょっと機材のトラブルに大変申し訳なかったんですけども、小林さんに、わざわざ、来ていただきながら、素晴らしいお話をお聞きすることができました、元日本航空の機長、航空評論家、危機管理専門家の小林さんに今日は新年の、スタートにふさわしい番組になったと思います。今日は本当に貴重なお時間とお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また今年もよろしく、ご指導よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、ラジオの、プレゼント希望ということでお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、一回一回あれ落としてもらえる、はい、ダウンロードして、はい、でそれをちょっとシェアしましょう、はい、すみません、もっとこっちでね、電源がなくなっちゃった、ちょっと止まっちゃいました。止まっちゃ、完全に落ちてる感じで、ここで今戻ったって感じ。あ、本当だ、うん、すいません、もうせっかくいただいた写真も本当ご紹介したかったんですが、ただこれは多分ね、自分後で編集するので、そこに上げちゃおうかな、入れる感じで、なのでデータはそのまま上げたいと思います、はい、データをコピーされてました、やっていると思います、ちょっと後で確認しますね、はい、ありがとうございました。